気をしっかり持たないと。誰かな。お注射の時間よ。お休み。誘ってないけど。私を頼れば心配ない。ほらよっと。ガガ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 ガ。すべては星々よ。開拓者たちに真なる祝福を。今投稿すればまだ間に合う。下手に動くな。即戦即決といこう。悪い子ね。おやすみ。お注射の時間よ。助かった。間に合った。ほんの気持ちよ。気にしないで。騒ぎを起こしたくはない。生死虚実、異動天元剣、勝負一角。ルールは破るためにある。これなら遠慮不要だね。回避よ。思い知らせてあげる。くらえ、最強剣雲法を入れよ。かゆくもない。手の施しようがない。おやすみ。これなら遠慮不要だね。帰ってくよ。一旦一旦邪魔しに来たの。立ちなさい。己を解き放つ準備。反抗陽動霊落。新しい商売ですか。期待しちゃってます。お客様を裏切れと。追加料金ですよ。素晴らしいと。さようなら。楽しめるといいのです。はい。この曲は乗ってる。呼吸するその感覚。僕はゆる。
落ち着いて。もっと。ようこそ凡人のステージへ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 。人は文をわきまえることを学ぶべきだ。ようこそ凡人のステージへ。はっ。ようこそ凡人のステージへ。まだ優勢ではありません。おや？正義はここにあり。すっひゃっ。僕が質問する。敵データ収集。捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。アイナスター。ランドゥの名のもと。小説の志は朽ちることなし。そこまでだ。回答を楽しみにしているぞ。答えてみろ。出て。存在とは感知されること。知識は尺と真理を探り語尾を混雑する。まだ立ち上がりますか。マイナスだ。覚悟しろ。すっひゃ。出て。正義はここにあり。答えてみろ。
全てが昨日のことのように映る。金の話はやめてくれ。金に何の意味がある？天気が味は普通ね。ベロブルグももう終わりだな。金の話はやめてくれ。列車の内装がとても気に入っているんだ。この家具の配置はかなり工夫が凝らされているようだが、誰が考えたのだろうか。車掌の美的感覚がこれほど繊細だったとは。ほら、この柔らかいソファーの生地を見てくれ。蓄音機でゆったりとした曲をかけ、林炎春と白雲巣を用意して、それから横になり、星空のルテンと銀河のきらめきを眺め、一日の時間を流れるままにする。これは何よりも素晴らしいことだ。いや、全て空想に過ぎない。私はそのような運命にないからな。だが手元にある仕事が片付けば、列車のラウンジで暇つぶしを実践するかもしれない。ここにいると全てを手放したような心地よさを感じられる。
どうしたの？おかえり。